添付ビーノの田島です。土地活用を考えるときに、自分がこれから行う土地活用が、それが正しい土地活用なのか、間違った土地活用をしようとしていないか、これが大変気になると思います。で、建築会社の営業担当者は、これはいい話ですよと言えば言うほど、何か騙されていないか不安になって、逆に土地活用の決心をしようとするときは、これは正しい土地活用ですよと、誰かに背中を押してもらいたい気持ちになるとも思います。いい土地活用かどうかを判断するための道具として、いくつかの指標があります。坪単価による相場。これは建物一坪あたりいくらか。でまた土地一坪あたりいくらかというものがあります。他にも、収益計算書やキャッシュフロー、損益分岐点、そして、今回取り上げる建築投資利回り、いろいろな指標があります。ところが、これらの指標にも一長一短があって、自分では、土地活用が間違っていないかを判断するための材料として、指標を用いているつもりでも、実は、逆に建築会社の営業に、うまく指標を利用されている、こういうこともあります。なかなか便利なようで難しいところがあります。で今日は建築投資利回りについて話をしたいと思います。でこの建築投資利回りとは、賃貸マンションや、ロードサイド店舗、テナントビルなどを建築するときに、建築費と、収入から利回りを計算します。例えば、建築費が8000万円、家賃150万円のドラッグストアの土地活用を考えているとします。その建築投資利回りは、年間家賃150万円かける12ヶ月。それを建築費の8000万円で割って、22.5% ということになります。で、もう一つ、衣料品店のような、服屋さんの提案があったとします。でそちらは建築費が1億5000万円。家賃が200万円でした。でその建築投資利回りは、年間家賃200万円かける12ヶ月で。それを建築費の1億5000万円で割って16% ということになります。で仮に建築投資利回りだけを判断基準とするんだったら、16% の服屋さんよりも 22.5% のドラッグストアの方が、いい企画だというように考えます。でこの建築投資利回りを良くする方法は2つです。1つはできるだけ建築費を安くするか。でもう1つはできるだけ賃料が高くなるようにテナントと賃料の交渉をするか。で提案する建築会社が、このように考えて企画をすると、地主さんにとっても、どんどんとより良い企画が生まれてきます。でところがこの指標っていうのは使い方によっては全く違うようにもなります。先ほどの例で、建築費が8000万円で、家賃150万円のドラッグストアがあって、その建築投資利回りは、年間家賃を建築費で割った 22.5% です。で、地主さんの方が 22.5% の建築投資利回りの企画なら検討してもいいと考えているとすると、提案する建築会社の方は、こういうようにも考えられます。例えば、テナントが頑張って200万円の賃料を出してくれたのなら、同じ建築投資利回りだったら、建築費は1億666万円でも構わないということになります。建築費が1億660万円、家賃200万円の建築投資利回りも 22.5% だからです。建築投資利回りっていうのは、いくつかのプランを比較して、どのプランがいいかを検討するときには役立ちますが、提案する建築会社の使いようによっては、家賃から逆算して建築費を算出する。このように都合のいいようにも使うことができます。これはキャッシュフローや損益分岐点など、他の指標でも同じことが言えます。ですから、指標は便利なようで、非常に使い方が難しいです。土地活用を考えるときは、よくそこを考えて利用するようにしてください。これからもこの動画では、地主さん、家主さんに役立つ情報を定期的に配信していきたいと思います。よければチャンネル登録をお願いします。